リピッツァナー、リピッツァナーは16世紀にオーストリアで品種改良によって生み出された軽種馬である。なお、日本ではリピッツァナーを生産していたリピッツァ牧場の名が品種名と誤解されリピッツァと呼ばれている。リピッツァナーはオーストリアにいたアンダルシア馬の流れを汲むカルスト氏と同じく アンダルシア馬の流れを組むイタリアのネアポタリの種を交配させることで誕生し、1580年からトリエステ近郊のリピッツァの牧場で生産が開始された。リピッツァナーは身体面では柔軟性と頑丈さを兼ね備えた馬体、精神面では忍耐強さと優れた感受性に特徴がある。 16世紀末から18世紀半ばにかけて世界最良の群馬として認識されていたが、ハプスブルク家がオーストリアの外に出すことを嫌ったため、オーストリアの国力衰退と共に生産が下火となり、やがてプロイセン王国が作り出したトラケナーやイギリス発祥のサラブレッドにとって変わられた。リピッツァナーは現在は術用の品種として存続しており、ユーゴスラビアは オリンピック馬術競技用の品種として重用したフェイブリーパラビソンナ。ありがとうございます。